六代目、片岡露炎は、歌舞伎役者。屋号は、松島屋。縄文は七つ有丸に二院。かえは、銀南鶴。本名は、片岡大輔。舞踊家としての名取名は、藤間藤彦。兄に十三代目、片岡画道。二代目、市村吉五郎がいる。1926年十二代目、片岡二座右衛門の三男として、大阪に生まれる。 昭和9年6月の東京歌舞伎座、あんなかくさんを題材とした、真山聖歌作、初合わせ秋まさのせがれで本名の片岡大輔で、初舞台。昭和34年10月歌舞伎座、黒手組狂わたて引きの徳之助、摂政関白の総地園、半七、鳥物町の古文で、六代目、片岡露園を襲名する。若くして、後ろ立てとなる父、二左衛門を失ったため、 他に、画道や沢村突氏三代目、中村と蔵、ぞ蔵時代の市川樹海、海老蔵時代の十一代目、市川段十郎、小野菊五郎劇団などを転々とした。1965年4月、伝統歌舞伎保存会会員の第一次認定を受ける。その後、市川猿之助一座に所属し、よはな市場浮きな横串の川堀康、小指客山到来、 封印切れの自衛門、彦三音源受け助犬の尾野衛門、菅原伝授手習い官、車引きの時平など、時代物、世話物の脇役として、舞台を引き締めていた。2011年12月25日、急性心筋拘束により逝去。85歳没。最後の舞台は2007年9月歌舞伎座の、二条城の清正の、浅野木守義長。 歌舞伎手帳2010年版の歌舞伎俳優名館のプロフィールでは執筆を担当した演劇評論家の上村岩尾が個性的でありながら多彩で妙に突出して邪魔をすることはない。フルツワモのベテランとはこういう人を言うのだというまるで辞書の定義のようだと評している。また学級肌で歌舞伎の知識も豊富な博覧狂気な人物としても知られた。 ありがとうございます。